お疲れ様です。長倉です。今日はですね、このどっちでもいい、どうでもいいというね、俺が書いた本ですね。これはね、結構6年ぐらい前かな、6、7年前に出した、本なんですけども、今だったら Kindle Unlimited でですね、無料で読めますし、もしくはこういった形でペーパーバック版も、買うことができますんで、ぜひね、読んでもらいたいななんていうふうに思うんですけれども、このね、中身はですね、こう読んでもらえばわかると思うんですが、このタイトルが全てなんですよ。どっちでもいい、どうでもいいという話をね、ずっとしてます。これなんでかっていうとですね、なんか多くの人がなんか答えを探したがるし、意味を求めたがるし、何が正しいのかっていうのを探りたがるわけですよね。だからそういうのって本当に無駄だなと思ってて、それなんでかっていうと、その物事に絶対的な価値なんかないんです。絶対的な善なんかないし、絶対的な悪なんかないし、絶対的な白、絶対的な黒なんかないわけですよ。なのにそこにこだわって生きていくと物事が見えなくなります。それで物事が見えなくなるとですね、どうしてもですね、不安になるんですね。不安になるとですね、人間っていうのは本当により思考能力が低くなっていくわけですよ。それで不安になると、必ずですね、敵を見つけたがる、で自分と違う人間っていうのは排除したがるようになるわけですよ。だからそうやってね、人っていうのはやっぱりどんどんなんかこうなんていうのかな、不安とか恐怖に、苛まれるというかね、そういうものに、いつも追われるような人生になってしまいます。ところがどっちでもいい、どうでもいいと思ってるとですね、何が起きても楽しくなるわけですね。どっちでもいい、どうでもいいと思うと、本当にいいことと悪いことなんかどうでもいいと、それすらどうでもいいっていうふうになるとですね、本当に生きてて楽になります。本当にどうでもいいじゃん。例えばじゃ誰かに嫌われたとするじゃないですか。まあどうでもいいよね、嫌われてもというふうに思うし、物事がうまくいかなくたって、まあどっちでもいいじゃん。何を持ってうまくいかいかないかなんてわからないと、ね、例えばじゃ受験しましたと、大学受かりましたと、受かったからいいわけじゃないじゃないですか。落ちた結果うまくいく人もいるだかもしれないっていう感じでですね、まあどっちでもいいんだ、どうでもいいんだというふうに考えるとですね、非常に楽になります。ということでですね、ぜひ、皆さんね、どっちでもいい、どうでもいい。で、まあ、そのね、もう、俺がこの本の中で一番言いたいことは何かっていうと、どっちでもいい、どうでもいいと思うとですね、自分と違う人すら認めることができます。違う人と関われるようになります。そうすると、世界平和になります。っていうのをね、本当に、俺としてはですね、求めているというか、まあ、それが、裏テーマなんですね。なので、このね、どっちでもいい、どうでもいい、ぜひね、読んでもらえればな、というふうに、思います。ということでですね、またまた次回お会いしましょう。